はい、みなさん、こんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。はい。はい、どうぞ。はい。<laughs> えー、<laughs> 東京都練馬区で、よしこの音楽室をやっております。西山よしこです。はい、よろしくお願いします。ます <laughs> 先生、今十分、ちょっとね、動画撮りましたけど、いかがでしたか。はい いやいやいやもういろんいろねあのー、社長に聞いていただけてもうすごく楽しくいろんなことをもうちょっと喋りすぎたかな <laughs> <laughs> と思いますけどもい<や>はいあのうん良かったですはいそうですかありがとうございます。 はい、あの役に立つ話、まあ、和製の話とかすごい興味ありましたしね、はい、また、あ、その発表会とかレッスンがもうオーケストラ、うんまあ、エレクトーンの、ね、オーケストラ伴奏付きとか、まあ、ちょっとよその教室ではあんまりやってないような試みをされてることが、めちゃくちゃ興味ありましたね。うんうん そうですか。あ,<ー>ありがとうございます。あったです。まあこれをきっかけにね。まあ、先生の方でちょっとレッスンを受けてみたいとかいうね方がいらっしゃったら、はい、嬉しいなと思いますけど。まあ先生のその対談の本編はね。この下のとこ、私も貼っとくのでね。はい、それから先生のところに出なかったらいいですよね。はい、本当、本当、本当、はい、にそう思います。はい、はい、まあ、本編の方でちょっと喋り忘れたこととかその辺ないですか？先生、そうですね。 ないいと思いまでは皆さん、念していただいている皆さん、えー、本編の方を見ていただきまして、またね、はい、楽しんでいただけたらと思います。めっちゃ役に立つ話ですのでね。はい、はい。じゃあ、えー、西山先生、今日はありがとうございました。はい、どうも、はい。ありがとうございました。はい、失礼いたします。さよなら